今やってることはすごい間違うための作業だと思います。前見て一般名でまだ来るならいいんですけど、先発品で来てジェネリックに直して、ジェネリックは何種類もあるとかで、あの向こうの処方箋で後発品指定してあったりとか、あので一般名処方の中で何を選んでるかって後ろで見るわけなん でその中で OD 錠と例えば普通錠があって、それの区別がつかないと、あの一つずつは簡単なんですよ。でもその作業の流れの中でスピードを持ってやるって、人間がどこまで限界があるから、それは無理っていうものがあるんですよね。だからそれをミスするなと言われてもやっぱり、うん、無理なんじゃないかな。その今ジェネリックを使わなあかんっていうのはあるんですけど、もうシステム上ミスをするように積み上がってきてるんじゃないかと、まあ、それに対してこういうものがあって対処していってるんですけど、今まで通りのやり方でやるとミスが起きない方がおかしいと。そうね、前あのデジカメで写したりとかいろいろやってたんですけど、なかなか管理が難しいんですけど、今のは勝手にそこでその作業の中で残っていくから、もう手間がやっぱその1個普通にカメラで写すだけでも手間が全然違うので、1人に30秒かかったら、例えば10人で300なんで6分、5、6分で、それが全員になってくると結構な人数取られるということになるから、今一連の作業の中で履歴が残ることがすごいメリットはあります。その今老健施設とかにお薬を届けてるんですけども、やっぱりね、きちんとこう届けてるはずなんだけれども、やっぱりご本人がなんか足りないとかって言ってきたのをちょっとちゃんと写真を撮って見てますのでっていうことで、それはすごく納得してもらえる一つの材料になりますよね。うん、電話がかかってくると、なんかあミスがあったのかなとかってドキッとするようなこともいっぱいありましたけど、そういうミスは絶対ない、絶対って、今絶対って言葉使っていいのかちょっと分かんないですけど、ゼロに近いんだなっていうのがあるので、そういうこうなんか患者さんからの問い合わせがあっても、特にこうなんか心配することもなく、確認だけしていけばいいだけで、で簡単に割とこうなんかね監査ができるっていうので、使い慣れてくると本当に簡単にできて、患者さんに待っていただく時間もね何秒かっていうぐらいの、ね、これがやっぱりなんか。なくてはならない存在になってくるのかなってまず正しく薬をお渡ししたかどうか、頭の中でハテナになった時にもう見返す術がなかったんですよね。まあそれが監査システムを入れると、まあもちろん監査システムが正しい、量も正しい、しかも画像として記録が残っているので、後から気になった時に見返せるっていうのがすごく安心感にはなってますね。やっぱり人間なのでちょっとした間違いはつきものなんですね。その時に、人の能力はやっぱ限界があって、疲れてるとかいろんな要素で、まあ、ミスはするんですけど、機械は、まあ、疲れたってないので、もう客観的に機械を通せば正しいか正しくないかをまあ、判断してくれるのはいいかなと思います。でもリスクマネジメントとか、まあ、薬の出し間違いか事故っていうことはもう薬局運営してくる上においてはずっとつきまとう問題なんですね。ですから経営のサイドからすると、もう一つではなくて20でも30でも40でもやって守りたいという気持ちは強いところなんですね。その意味で最近出てきた錠剤監査システムということもありがたいし、今後ますます進化してもらいたい。で、先ほど申しましたように、それに加えて22でも30でも重ねてやれる方法があるんだればやっていきたいというふうに考えていたので、この商品が登場してきた時にはもう思わず飛びつくというような感じで導入させてもらいました。薬局という、 こう箱物を運営していく意味においては、やはりそのそういう根性論でちゃんとやれよということはあまりにもリスキーなので、いろんな手を加えながらも、かつ最近成長してきた機械を使ってねやっていくっていう考えは全く私的にはもう当然のことだとは思うんですけどもね。
まあ、一人で薬を作って渡すっていうのは非常にやはり思い込みというのが先行しますので、いろんな方の監査、視線ですよね、視点のを加えてなるべく二重チェック三重チェックをしてお渡しするようにという工夫はしてきました。あとは、医薬品の規格もですね、間違いがないように、シールを貼ったり色付けしたりとかですね、取り組みはしてきました。ですけどどうしても、完璧っていうのはなくて、どうしても間違う時は間違ってしまうんですね。薬局いろいろありますけれども、この機械がなんでもっともっとほとんどの薬局が採用してないのかなっていうぐらい不思議なぐらい、私は必要性を感じてます。というのはやはり調剤というものは、まあ、正確さ、まあ、間違ってはいけないんですけれども、非常に経験であったりとかその注意力に左右されるものが多いわけですね。ベテランの方で非常に経験されている方であれば、薬の間違いも減らせますけれども、例えばまだ経験が浅いであったり、あるいはあまりにも経験があったとしてもあまりにも忙しい時、まあ、こういった差が出てしまうので、この機会があることが提供することがやはり従業員薬剤師さん の, そのある程度の標準化というか、間違えずに、できる仕事の環境を与えることができる機会なのかなというふうに思ってます。で、今までは薬調剤してで、第三者またその携わった人以外の方が2人ぐらい名刀してたんですけれども、この機械を導入してから調剤した薬を機械通して監査 OK であれば、あとはそのまた違う方が投薬するわけですけども、その投薬者が改めて確認して出すということで、1段階か2段階ぐらいは監査が簡素化になったということは言えます。はい。